武蔵野総合体育館は東京都武蔵野市にある屋内総合スポーツ施設。1989年11月に完成。武蔵野市と財団法人武蔵野障害学習振興事業団が運営している。隣接する武蔵野陸上競技場と一体化したスポーツ施設となっている。武蔵野陸上競技場から見た総合体育館隣接する武蔵野陸上競技場は 昭和時代からの古い歴史を持っているが、この総合体育館は1989年10月に落成した新しい体育館である。11月3日、武蔵野海村100年目の記念事業の一つとして、新相となった陸上競技場、温水プールと共にオープンした。主にバレーボール、バスケットボール、バドミントン、ハンドボール、卓球、フットサルといった球技や、弓道、 柔道、剣道など、屋内でのスポーツで使用するほか、体力測定やトレーニングでも使用される。また、市内の小中学校の体育の授業や、体育系の部活動で使用されることもある。このほか、体育館内には、運営団体である、武蔵野スポーツ振興事業団をはじめ、武蔵野市体育協会、ロシアハバロフスクとの交流を母体として活動する、武蔵野、玉、 ハバルフスク協会の本部もある。主に個人利用では市民カードが必要となる。団体利用は事前申し込みが必要で抽選制となっている。なお、毎年体育の日は本体育館1階のトレーニング室や隣接している温水プールなどを市民向けに一般開放を行う。など、陸上競技場、総合体育館、プール各施設の全体模型。 ありがとうございます。